皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑感は、緊急ごとのコントロールという、そんなお話をします。緊急ごとっていうと、クレームであるとか、電話とかっていう、なんかそんなことが思い浮かぶかと思うんですけども、ちょっとね、いろんなお話を聞く中でいくと、まあ、これをね、なるべくやらないようにするにはどうしたらいいかとか、それをコントロールするには、やらないことを決めるとか、そんなことがあるんですけど、ただ、緊急ごとなんで、私の、基本的な考え方は、誰かが対処しなきゃいけない、ということになると思うんですね。で、手帳をうまく活用ができてないと、どんなことが起こるかというと、今日やろうとしてることが、緊急ごとの、タスクばかりで、そこに何か電話が鳴ったとしても、今やってることが緊急ごとだから、なんかめんどくさいなとか、対処したくないなという、そんなことになるんですよ。で、逆に手帳をうまく活用している人っていうのは、今日やってるタスクがもうすでに、緊急ごとではない第二領域のタスクを余裕でこなしてるんで、一旦手を止めてね、冷静に対処ができるわけです。だから、まずはね、どこをどう目指すかというと、優先順位をつけるとか、先送りするとかっていう、そういう話じゃなくて、手帳の中に書いてることが第二領域になるように、要は緊急ごとになる前に、対処しているような、手帳の使い方にして、で、緊急ごとに対して、で、冷静に対応できるという、そんな状態を作り上げるっていう方が、本来の手帳の活用の仕方だというふうに思いますので、まずはちょっとそこのところを目指すというところが、ポイントになるんじゃないかなというふうに私は思います。今日のお話は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。